ありがとうございます。あとすごい恥ずかしいことがさ、もう一つあったのね。私ってもしかしてちょっとバカなのかなって、おバカちゃんって思っちゃったことが今一つ起きて、すごいびっくりしたんだけど、自分でも気づかなかったんだってすごい思うことがあったんだけど、今ね8時もう5分になっちゃったんだけど、8時ぴったりにもうここにいたので、もうメイクとかも済ませてよし始めようって思って「こんにちは」とか言ってたんだけど、スマホなくて、そこにスマホリビングに置きっぱなしで、あの本当にそれに気づかなくて、なんかコメント流れないなとか、なんか本当に何を見てたんだろうって思うぐらい私は気づかなかったねえ、ちょっとお茶目だね本当にびっくり、私も「ヤッホー」みたいな「ヤッホー」みたいなこと言ってて、あれ?と思って、で今はスマホ取りに行って戻ってきて今ですとんでもないことしてたな。何が見えてたのね、私が今見てるこの世界ももしかしたら嘘かもしれない私だけにしか見えない世界だったりするのかな。あ、すごい、なんか流れてる、すごいすごい。ちょっと擁護できない私もなんかよくわかんなくて、スマホは何で固定して、なんて言えばいいの、普通に台に台重ねてるなんて言えばいいんだろうな、なんかねうまく言えないけど、本当にティッシュの空箱を台にして、空箱じゃないわ、ティッシュが中に入ってる箱をなんていうの、ティッシュの箱を台にしてる。そう、あるある、皆さんみたいにあれじゃなくて、そう、いつ買うんだろう私って、本当にあのあれなんだっけ、スマホリングじゃないスマホライトみたいな、スマホリングじゃなくてリングライト、そうリングライトあー惜しかったそうリングライトをいつ買うんでしょうか。絶対にリングライト誕生日には買おうと思ってたのに、まだあのあれなんだよね、そう、あでもオンラインの時に劇場にあったものを貸していただいたんだけど、めっちゃ良くてなんか光のね温かさとか、なんだろう、白い光かちょっとオレンジっぽい光かとか、なんだろう、ボタン一つで変えることができて、すごい、これはすごいと思って。目に光いるね、本当にね、そう私光が入ってないからさ、ショールームもね、なんか私前言われたことあるんですけど、ショールームではなんか目に光入ってないのに、ここだと目に光入ってるねって言われたことがあって、それは褒めてるのかなって思ったんだけど、褒めだと信じてずっと捉えてます今も。なんか変な前髪が出てくるんだけど、どうしてだ、もうダメだ、前髪が救えないですね。ダンシングしたんだけどさ、そのダンシングの時にやっぱ前髪が一番汗かいちゃって、
いやー、誕生日には買いたいですけれども、ロカッピー唯一の弱点ミニ光、唯一どころじゃない、でも一番の弱点、アイドルだったらさ絶対ミニ光入ってなきゃいけないのに、それはアイドルでいいのかって思うのはやっぱミニ光入ってないことだけど、まあでもそれ以外にも弱点はありますよもちろん、なんだろうな、ツナが苦手とか、お刺身があんまり食べれないとか、あとスイカが苦手とか、あとなんだろう、なんだろう、恐怖症、山台恐怖症とかかな、はい、山台恐怖症でお願いします。サンリオが大嫌い、そんなわけないよ。キュウリはねいける、キュウリもメロンもいけるけど、スイカは苦手。そう、サンリオだったらあのマルモフ日和のモップくんがめっちゃ好きです。わかるかな、モップくんっていうキャラがいるんだけど、それが一番可愛いと思う私は。そう、高所恐怖症ではないのだけど、山台恐怖症あのコンサートのなんて言えばいいの、後ろにさ設置されてる山台、階段を登ってちょっと高いとこで踊れる場所があるんだけど、走り込みしましたか、これからしますこれからします。なんかね、メロンは食べて果肉があるっていう、なんて言えばいいんだろうな、美味しい、でもそのメロンのなんだろう、後味なんて言えばいいの、食感はずっと残るってわけじゃないじゃないですか。でもスイカってやっぱ食感が、そうシャリシャリ感がずっと口の中に残って、でそのなんだろう、水分ももう取られて、なんかシャリシャリの水分のないバージョンがずっと口に残ってる、あの感覚がちょっと苦手。なんかすごい言われてるのは、カラースプレーってあるじゃん、チョコのカラースプレー、お母さんすごい苦手なんだけど、なんだろう、チョコと違ってカラースプレーは溶けない溶けずにずっと口の中にあるからすごい苦手らしくて、それと同じ原理ですね私は。キュウリも全然好き、そう、あとなんだろうな、キュウリも好きだしメロンも好きだけど、多分美味しいスイカ食べたことないじゃんいや美味しいスイカは多分ね食べたことあるよ、でもあんまり好きじゃないんだよね。いや、スイカ味は別に好きでもないし嫌いでもないけど、メロンがやっぱ美味しすぎたから、そうそうそう、メロンってやっぱ美味しすぎるんですよね。だからメロンに比べるとやっぱスイカって種もいっぱいあるし、しかもさ、なんだろう、スイカの良くないところってさ、メロンみたいに種が同じところにあればさ、その同じところをただ切ればいいだけなのに、スイカっていろんなところに散らばってて、しかも切った表面だけじゃなくて、その食べたその断面からも出てくるじゃないですかちょっと早口になりすぎたな、スイカについてはちょっとそう、種が出てくる、私はすごい、なんて言えばいいんだろう、お肉を食べててガリって言ったり、そういうのがすごい苦手で そうだからなんて言えばいいんだろうな、そう、魚の骨とかがあるのもちょっと苦手で、だからある程度も取れるのは取っといてから食べちゃうのね。だけどスイカってさ、その切って切って切って、また種取って切って切ってなんてできないから、それがそう、うーん、種はない方がいいなって
なんかなんだろう、デメリットを考えるとする、ま、するならばいくらでも出てきちゃうよねって思っちゃっただけだけど、別に、あ、そう、みかんのね種とかもあんまりすみませんそう、でもみかんは美味しいんですよみかんは味も食感も好きだけど、種が入ってたらちょっとただなんで言えばいいんだろうね、難しいんだけど、なんだろう、でも好き好んだ食生活をしちゃってるこの現状のあ、ぶどうはね先に取ってから食べる、皮も剥いて種も取ってからもうなんか食べますね。あ、そう、予想外のガリが苦手、そう、なんだろうね、そう、わがままな生き方をしてしまいましたでもなんか給食でスイカどうぞって出て、なんか食べたい人がいなかったら自分で頑張って食べるけど、できればなんかスイカいる？好き？って聞いて、あ、好き好きって言われたら、あ、じゃああげます、食べてくれませんか、オッケーみたいなそう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 、実はお嬢さん全然全然ほんと全然、キウイはねめちゃめちゃ好き、大好き、キウイ一時期ほんとになんか食べ過ぎてて、ちょっとでもねキウイ食べてるとやっぱお肌綺麗になるんだよね雨に入った、またなんか扇風機回してるとさ目に入るんですけれども、どういうことでしょうか。もういいや、もういいやそう、スイカじゃないよ、キウイ食べてるとなんか心なしか肌が良くなる気がします、なんとなくね、なんかもうお母さんとキウイが好きすぎて、なんかねこういう箱ごと買ったことある、美味しかったなあれ。あ、そう、鏡お化けなの、なんか美術の時に作ったやつこれもなんかインフルエンザになっちゃって1週間ぐらい作ったやつ、確か1週間っていうか3時間ぐらい作りました、確かね、あ、ごめん、嘘、全然嘘、3時間じゃないわ、3時間かける2か、6時間ぐらい、かわいいでしょちょうどハロウィンだからハロウィンっぽくしようと思って、そう、自作です、彫刻の授業があって、そうそうそう、そうなんだよね、目がやっぱ難しくて、目をなんかどれぐらいちっちゃくできるかっていうそう、で彫刻刀もさ、なんか左利き用みたいなのが、あ、違う、左利き用みたいなのがなくて、でそれで左利きで一回こう危ないってなったことがあって、ちょっと考えようって言われたことあるそう、左利きだからなんかね、本来はこう右でこうやるから絶対に手が前に出ることはないんだけど、左でこうやるからやっぱ前に出ちゃうの、ね、手が、そう、だからなんかすごい危ないって一回なったかな、そうそうそう、やっぱさ自分ではさ、いや、さすがに刺さないよ、それぐらいわかるよって思ってるけど、やっぱなんかさ、木だからどういう動きをするか分かんなくて、やっぱ急にこっち来てズドンってなったりするから怖いんだよね。そう、だから今美術選択をされてる高校生の皆さん、彫刻刀には十分気をつけてください
いるかな美術選択なんて。そう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 、いました。そう、ジモクラさんにねやっぱ載せていただいたことって本当に結構嬉しくて、本当に嬉しくて、なんかやっぱ見てた雑誌で意外とさ本当に自分の学年の人みんなが見てくれる雑誌に自分が出れるって考えて、でしかも新潟版だったから、なんかさ柏崎版とか県北版とかなんかいろいろなんちゃら版っていうのがあるんですけど、県央版みたいな、長岡版わかんない、ごめん、嘘、なんかそういうのがいっぱいあるんですよ、ジモクラさんには。なんだけど私はその中でもやっぱ人口の多い人口の多い新潟版に抜擢されたことがやっぱ嬉しくて、新潟出身だからっていうのもあるけど、その新潟出身の中でも本当に新潟の新潟版に出させていただけたってことがやっぱ嬉しくて、なんか本当に嬉しかったんだよね。あの時は初めていただいたお仕事だったのね。初めていただいたお仕事がジモクラさんだったの。コンサート前ぐらいに急にジモクラさんの撮影があるかもしれないんですけど大丈夫ですかって言われて、えぇ、ー、ってなってで、ジモクラだジモクラだって思って、そう、初めていただいたその単独っていうか、そう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 、それがやっぱ嬉しかった。なんかラジオとかエッサとかかなと思ったの、個人って言っても、まあ、2人とかだけど、よりなんだろう、少人数のお仕事はエッサとかやっぱラジオとかなのかなと思ってたら急にジモクラってなってってなって、私本当に本当にね飛び跳ねたの。初めてのお仕事っていうのもあったし、新潟版だったっていうのもあるし、自分がそのいろんなところに出回っちゃうっていうこの嬉しさもしかり、なんか全てにおいてやっぱ嬉しくてやっぱ感情がさ高まっちゃって、そうそうそう、あの時もなーちゃん、そうなーちゃんと二人きりで、そう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 、初めてかな。でもなんやかんやなーちゃんと二人きりでなんか旅行みたいになってるそう、移動とかの時もなんかね席が隣だったりとか、結構移動めっちゃ隣でそう、ほぼなんか旅行みたいになってて、もういっそのこと旅行行きたいねなんて思いますけれども、いやでもジモクラさんは本当に嬉しかったな、本当に嬉しかった、私は本当に嬉しかったんですよ本当に嬉しかった。でその後ねマネージャーさんがアイスをおごってくれて、安田ヨーグルトのめっちゃ美味しくて、なんかブルーベリー味と普通の牛乳ミルク味を食べたんだけど、美味しい美味しいって、なんか本当のアイスだったからもうびっくりするぐらい美味しくて嬉しかった。あれはいや、なんか安田ヨーグルトさんのアイスをいただきたいただきました。そうだからなんか本当に美味しくて本当に美味しくて、そうそうそう、なんかね、でもあれもうアイスでお腹いっぱいになっちゃったもん、普通にアイスでお腹いっぱいになっちゃった。
誕生日プレゼント安田ヨーグルトで、いや安田ヨーグルトさんでもいいんですけれども、できればチョコミントのご提供を提供はチョコミントでお送りしてほしいね。そう、何なんか鳴ってる、すごいかわいいパインだ。パインは OK 食べれます、いつでも OK。 パジャマでドライブ好きやから、そう、うん、チョコミント大好き。なんかね、チョコミント検定があれば、私本当にチョコミントの本当当主になれると思うぐらいチョコミント今大好きで、夏っていうさ、この夏バテ暑い期間に本当にチョコミントっていつでも食べれるんですね。爽やかで、でもちょっとクリームなんかさ、変になんかフルーツ系でもさ、なんだろう、いや今はいいってなる時あるじゃん。そうじゃなくてチョコミントはフルーツ系でもないので食べれます。でそして今はクリーム系のアイスはちょっといいかなって思う人もいらっしゃると思うけど、クリーム系って言われたらクリーム系だけど、クリーム系じゃないって言われたらクリーム系じゃないの。だからいつでも食べれるのね、本当に朝も昼も夜も。そうだから、そのいろんなチョコミントアイスのメーカーによってチョコのなんだろう量が違うんですね。チョコの量が少なめのミントが強かったりするとこもあるし、逆にほぼチョコミントっていうよりもほぼチョコみたいなところもあるし、ねえ、わかんない、なんて言えばいいんだろう、本当に美味しいんです。とにかくそうだし、皆さんにはもう食べてほしいって思ってる。どう、うん、マックのあんまりだった、いや3回飲んだよマック、初日の方に3回飲んだよそうでもあれはもうなんかチョコミントっていうよりもやっぱクリーム系っていうのかな、そう、上に乗ってる生クリームがめちゃめちゃ美味しかったっていうのと、なんか粒々があったんだけど、粒々もなんかねミントの味がしてめっちゃ美味しかった。あとチョコソースがね安定に美味しいっていうのと、マックフルーリーなんかね一回ねめっちゃこれぐらい結構これぐらいの氷を見つけて、で吸おうと思ったんだけど吸えなくてそう、砕けなかった氷を見つけましたね。でも本当に何回も言うけど、チョコミントってまず色が可愛いんですよ。ブラウン、茶色、そしてミントグリーン、最高のマッチ、最高のマッチベストマッチですよ、本当に本当に。ミントグリーンってめっちゃ可愛いんだよ。そうなんか涼しいよね色がさ。どうして、いやなんだろう、あとはなんだろうな、今日はね私決めたので、シンデレラ頑張るぞって決めてるんだけど、どうかな、ミント単独では、そうだねチョコミントが好きかも。だからミントだけどうぞって出されてもってなるけど、ミントだけで食べるってなかなかなくない？ミンティアみたいなものってことだよね。シンデレラになるよ、応援してる、ありがとうそう、このあと30分1時間半何を話そうかって今めちゃめちゃ頭の中でぐるぐる考えてるんだけど、
何もやっぱ思いつかなくて、今もう思ってることを全て言ってるって言ってるのを言ってるじゃん。思ってること全て言ってるって言ってるじゃん今。その言っちゃってるじゃん。なんて言うの、なんかすごいもう頭の回転が追いついてなくてっていうのを言ってます。長岡花火明日が、明日からか、そっかそっか、楽しみだ。なんだろうな、でも私話したいことか、話したいことか、なんだなんだ、あーじゃあ仮面ライダーガブが始まりますね仮面ライダーガブが始まりますがどうでしょうか。めっちゃ楽しみ。お菓子だって、仮面ライダーガブのさお菓子ってどんな感じなんだろうね。なんか私もよく見てなくて、ちゃんとよく見てなくて、モーリーは探せました。そう、今日ねフラッと本屋さんに入ったんですね。そしたらなんかオーリーを探せがなんかめっちゃ大特集みたいなしてて、なんかオーリーを探せ、そうめっちゃ懐かしくて、これは皆さん懐かしいと思うなと思ってチャットに書いたそうなんかオーリーを探せってさ、なんか 1,2,3 巻みたいにいっぱいあってさ、私がなんか持ってたのはなんかウォーリーがバックパッカーになっていろんなとこ旅してるんだけど、なんかバックパッカーだからさ、なんかリュックだったり杖だったり双眼鏡だったりなんだろう、ゴーグルだったりいろんなものをさやっぱ持ってるんだけど、それを一個ずつそのページごとに落としてっちゃうのね。でそれも見つけることがめっちゃ楽しくて、でミニウォーリーみたいなのあんじゃん、ミニポケット版ウォーリーみたいな、なんて言えばいいんだウォーリーを探せミニ版みたいな、ポケット版みたいな感じでちっちゃい版があるんだけど、あれを持ってて私で、それを新幹線で読んでました。小学校とか東京行く時とかに新幹線でウォーリー探して、でもやっぱさウォーリーを見つけるのってすぐ終わっちゃうじゃん、10ページぐらいで、10ページ1ウォーリーだからだから裏側のなんかここには火星人がいるぞとか、ここにもここにも全部のページにいる誰かを探してみてねとか、あとなんだろう、ウォーリーの取り巻き、ウォーリーだったりウォーリーの女の子版、ウォーリーの悪い版、魔法使いのなんちゃらさん、ウォーリーの犬、あとなんだっけ、あと誰がいたっけ、まあそういうのとか、あとプラスでさ、なんかその女性だったらメガネ、ウォーリーの悪役版だったらなんかその悪役が持ってる双眼鏡で、ウォーリーの魔法使いの人だったら杖、ウォーリーの犬は尻尾しか出てこないみたいなそうなんかね、そういう面白いことがいっぱいあって、ちょっと立ち読みしちゃったよねで私が今回読んだのはなんかウォーリーが100人ぐらいいるみたいな、もう一気にウォーリー、いろんなウォーリーがいっぱいいて、でこの中で本物のウォーリーを探せみたいな、そう、めっちゃ面白かったな。そのページだけちょっと見てウォーリーだけ探してきましたそう、なんか暑くてちょっと
本屋さんからちょっと離れたくなくて、でもお目当ての本は見つからなくて、ウォーリーを探せだけ買おうか迷ったけどちょっとさすがにいらないかなって思っちゃって、また次運命の出会いをしたらウォーリーを探せ買おうと思います。久しぶりにかね、いや答えてなかった気がするな確か。でもね、私あのめっちゃ好きだったのが小学校の時になんか教室にあったやつかな、なんか結構大人な探偵 X みたいなのが出てくる謎解きの本があるのね、そういうウォーリーを探せみたいな、あれめっちゃ好きで、誰かお名前知ってませんか、探偵 X と探偵ピエール怪盗 X みたいな感じだった気がするんだけど、そんな感じのちょっと見つけてくれませんかね、あったりしないかな、あれがめっちゃ好きだった。なんか迷路になってて、で迷路をなんかクリアするのも、まあ、もちろんなんだけど、なんかそれぞれにミニゲームみたいなのがいっぱいあって、迷路探偵ピ絶対それ、迷路探偵ピエールめっちゃ面白いからぜひ見て。多分今の年齢の感じで進めるのはちょっと良くないけど、そうそうそう、めっちゃいいんだよ、多分小学4年生ぐらいまでなんだけど、小学4年生の方がショールーム見てるかって言われるとそれはないと思うので、だから皆さんにちょっと進めるのが、進めたのはちょっとおかしいかもしれないんだけど、めっちゃ楽しいから、楽しかった記憶があるから今話しました。いや子供の頃の記憶って意外と消えないよね。そう、あミッケわかる、ミッケは赤い男の子、おもちゃの木で作られた男の子が全てのページにいて、私はミッケの何かを見つけるよりもその男の子を見つけるので終わりました。だから多分なんか10分も読まずに、そうそうそう、すぐ読み終わってたな、あれめっちゃ好きなんだよね。えっ、スイッチ版のゲームが出てる、なんだって、それは面白いんじゃないか、え絶対楽しいよね、えそれは絶対楽しいよ、楽しすぎだよそれは、え教えてくれてありがとうございます、あとでシーラビョ、いやスイッチはねしない、母のスイッチを使ったりするけど、へえ、いや今年の誕生日プレゼント何にしようかな、ずっと考えてるんだけど、うん、意義ありはね、今月には返せって言われたから、頑張って進めなきゃいけないんだけど、まだ進めてないですね。でも部屋、お部屋掃除が終わったら絶対やらなきゃって思ってる。誕生日を過ぎたらもう全力でバババってやろうと思ってる。誕生日まではちょっと忙しいので、そう今月は8月、そう8月まで、あそう、なぎちゃん今ドラクエハマってるからどうしようかな、青春天使も結構ゲーマー、確かに結構ゲーマーかも、
んだろうな、今さここにさもうちっちゃい毛布みたいなのがあって、このまま私寝れるんだけどどうする？このまま私寝ること、こんばんはできますが、こんばんは。朝？何？だからあとなんだろう、でもね今ここで寝たらシンデレラになれない。やばい、やっぱ皆さんが私をシンデレラにしてくれようとしてる、ありがとうございます。ねでも2時間配信するって考えて、私は絶対体力が持たないって思ったから、さっきまで寝てました実は床で、また。だからこの毛布を持ってるんです。換気休憩する。換気休憩かねえ、換気休憩どうなるんだろう。デレレデレレデレテンテンテンデレレデレレデレテン。そう、50分に起きました。8時50分、8時じゃない、7時50分に起きました。今日もさ朝ある程度掃除はしてたんだけど、なんて言えばいいの、ダンシングもしたからなんか中途半端に片付けてきて、そうそうそう、8時50分未来だった。確かに未来のことを予言してしまいました。とにかく誕生日何が欲しいかなって考えた時に、頑張ってね振り絞って出した答えがメイクポーチが欲しくて、私今メイクポーチをジャラジャラジャランっていうなんか巻物式のメイクポーチを使ってるんだけど、それもなんかくたびれてきちゃってて、でプラスでなんかコンシーラーとか、あとなんだっけ、コンシーラーとかがめっちゃ漏れてきちゃってて、縦に入れたいなと思ったの。こうやって持てる。なんで私ってさ可愛い表現ができないんだろう。なんとらなんたらポーチ、なんかこうやって開けてこうやって持てるポーチが欲しいなって考えてて、そう、壁はやっぱ素敵だね、素敵な気持ちになります。壁だ、壁と一体だ。この溝に絶対に頭が入らないこの感じとかが素敵ですね。なんかやっぱ丸の頭にはさ、三角のこの隅の部分には絶対形が入らない。なんか頭がこう固定されてる感じになりますね。でもなんか本当にこう見ると本当に錯覚みたいだよね。ここがどれだけ近いのかもわからないし、ここがこんなにも近いと思わなかったでしょ。めっちゃなんかトリックアートみたい。私の部屋ってトリックアートだったのかな。私は今壁に寄っかかってるでしょうか、寄っかかってないでしょうか、わからないでしょう、寄っかかってるか寄っかかってないか。そう、トリックアートだからね。寄っかかってるでしょうか、寄っかかってないでしょうか。正解はよかかってます、めちゃめちゃよかかってます。もう後ろまでいけません、これはよかかってない。そう、
難しいよね、全然変わらないんだもん。よかがってるか、まださその先に行けそうじゃない。やばい、私の部屋の壁ってめっちゃ配信映えしちゃうんだね。いや配信映えではないか、目の錯覚でやられてしまう、目がねあのチカチカしちゃう方もね確かいらっしゃると思うから、最初の配信でなんかもっと遠くから配信してて、だからもっとこの模様がねめっちゃ細かかったから画面酔いしちゃうみたいな方がいらっしゃったのね。チカチカしてめっちゃ眩しいみたいになってたんだけど、配置を変えてまた模様がねより近くなったけど、これはこれでなんかトリックアートみたいになっちゃった。でもお気に入りの壁ではありますよ。なんかもう慣れ親しんできたから別にそんな気になるほどじゃないかも。でもあの私ずっと一人暮らししたいって言ってるんだけど、一人暮らししたかしてないかは多分壁でバレちゃうから、みんなに普通の私の急に配信明日始めて一人暮らし後初の配信で一人暮らししましたなんて言ってないのに、ここの壁が白壁になってたら、あれ一人暮らししたって絶対なっちゃうから、そう一番バレる私が一人暮らししたかしてないか。めっちゃこれはねもう今までの48グループの方でもこの壁は絶対にないと思う。お母さんに一人暮らししたいのとか話したりするします。でもなんだろう、あんまりしてとは言われるけど、いざしようとなるとやっぱ面倒くさがるっていうか、なんだろう、二つの面がありますね。右手の壁と折れ曲がってる。いや、あのね、ここが普通の壁だとしたら、ここね、ここからこう出っ張って角ができてる、角ができてますここは。だからここだけがなんか私の部屋で一番落ち着ける場所。ここだけがちゃんとしたなんだろう、影、影じゃない、なんだろうな、こう壁と一体になれる場所。なんて言えばいいんだ、ここは角です、角です。あ、そう、隅っこ隅っこ隅っこです。いやーいいよ、ここは素敵すぎるよ。今めっちゃこっち横にもこっちに、あ、ごめん、こっちにも寄っかかってます。すごい不思議な空間、なんかでも頭がさゴンって感じ。ぜひ皆さんも角に触れてみては。いいよね、でもいや配信を始めるまではここをあんまり活用してなかったけど、配信終わってから、違う、配信始まってからはここでメイクしたりとかもするようになったから、なんだろう、ここがすごい、なんだろう
起点、ここから動くようになったかも。すみっこ暮らし、あ、そう、すみっこ暮らしってめっちゃ可愛いよね。あのすみっこ暮らしの中でさ、誰だっけな、あのなんかめっちゃ可愛いキャラ見つけたんだよね。ほこりかな、なんかめっちゃ可愛い、ほこりじゃない、なんかペンギンじゃないの、何がいたっけ、猫じゃない、白熊、白熊のなんかここに風呂敷巻いてるやつみたいなのめっちゃ可愛くて、可愛いなこれと思った。すみっこ暮らしはタピオカがめっちゃ可愛いんだよね、あのちっちゃいフィット感。あ、本物のペンギンもいるんだ、そうだそうだ。あ、トカゲ、トカゲめっちゃ可愛い、トカゲだ、トカゲ、トカゲはね確か恐竜なんだよね、トカゲじゃなくて。でペンギンもペンギンじゃなくてカッパなんだよね。あとは何だろうか、え、そう、あったかいの、あ、でもちいかわもめっちゃ好きだからな、ちいかわめっちゃ好きなんだよな、ちいかわなんやかんやでさ、クレーンゲームとかにちいかわがどんどん入荷されてるっていう情報聞いて、クレーンゲームやりたいやりたいって思うけど、なんやかんやで毎回やりたいの気持ちいいじまい、そう、それもすごい悲しい。明日はね、目覚ましテレビさんでちいかわなので、ぜひ見てね見てね、火曜日の分も YouTube に載ってるから見てね。次はなんかコマがシルバニアファミリーつけてた気がする。なんか先輩にはちいかキャラね、なんか私めっちゃ8割好き、大大大好きキャラで通ってるみたいでそうだから、あのスイスイさんも私が初日の時に夜はヒロカッピが好きな8割するねって言ってくださいました。でも8割の耳が思ったよりもちっちゃくてめちゃ可愛かったそう、ユーネクストで見てるの、ちいかわいいね、本当に可愛いもん。ユーネクストっていうなんかゴツゴツの文字からちいかわを見るっていうなんかちょっと今それにつぼりそうになったかも。ユーネクストユーネクスト開いてちいかわ、ちょっと止まる？またねえ、どうして？熱っ、あ、確かに熱いかも、めっちゃ熱いかも、めっちゃ暑いかも。今化粧水手元になくてね、え、やばい、ちょっと暑いかもしれない、私も今暑いと思います。うん、なんかないかな、冷たくできるものはなさそう。お水があるけど、また画面用意しちゃうかも。え、2時間絶対無理なんだけど。そうだよね、このままダラダラ続けたら2時間できなさそうだよね。10円玉今ここにない。今グラスにちょっと熱を放出してるけど、エアコンつけよう。いや別に今日そんな暑くないから、エアコンつけたいかって言われるとつけたくなくて、いやー、エアコンつけないとショールームも難しい時代になってるんだね。そっかそっか、そっか、じゃあ一回換気休憩しますか。
でももう55分だから9時から始めるって言ってもすぐまた暑くなるだけだからさ、どうしよっか。20分とかに始める？25分とかがいいかな。え、こんな予定じゃなかったのに。エアコンつけてない。つけてません。扇風機の音が聞こえるでしょ。また配信始めようかな。よし、じゃあとりあえず壇上読みだけしちゃいますね。そっか、じゃあ保冷剤も持ってくるようにします。じゃあ壇上読みします。いきます。13位かんちゃん、ありがとうございます。12位ちっちーさん、ありがとうございます。11位みーさん、ありがとうございます。ございます。9位たからさん、ありがとうございます。8位やまちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位とみのすけさん、ありがとうございます。3位ビールバラさん、ありがとうございます。いやー、止まった？え？見える？大丈夫？また？大丈夫？止まってる？よいしょ。壇上読めてない？嘘？今読んだんだけど、もう一回読んどく。壇上読み飛んだ。なんで？どうしてだ？じゃあもう一回いきますね。いきます。13位かんちゃん、12位ちっちーさん、11位みーさん、10位まささん、9位たからさん、8位やまちゃん、7位オクタゴーさん、6位カツさん、5位ユウくん、4位トミノスケさん、3位ビルバラさん、2位マツワさん、そして1位はカワさん、ありがとうございます。今回はどうかな、読めましたかね。ただ食べる、いやいやいや、全然全然、おやすみ。いや、25分からもう一回始めようと思ってるので、まさかのアクシデントによって